いきなりですが、カメさんたちに餌をあげています。こんにちは、カメ太郎です。こんにちは、シャキです。今回の動画は1ヶ月ほど前に撮った動画なんです。古い動画ですいません。何をあげているかわかりますか？うちのカメさんたち、みんな大好きだよね。そうだね、大好きだね。実は誘発なんです。一番初めに日干しイシガメをお迎えしたショックでの話なんだけど、餌は誘発を与えてくださいと言われたんです。それからずっと誘発をあげていました。シャキは贅沢なカメだなぁと思っていたよ。けど誘発ばかりあげていると他の餌を食べなくなってしまうんだよね。この時は冬眠明けだったので体力をつけてもらおうと思って誘発をあげました。あんまり誘発ばかりあげてると贅沢量になってしまうよ。だから特別な時しかあげないようにしてるんだよ。あと日干しイシガメは小さいから口に合うサイズにカットするのが面倒なんだよね。日干しちゃんたちはなかなか飲み込まないもんね。そうだね、シャキちゃんみたいに一気に飲み込んでくれればいいんだけどね。またそんなこと言って、もうそういうのはやめようよ。そうだね、また争いになっても嫌だしね。前回のカメ太郎の攻撃がかなり強烈だったから怖いんだよ。強烈だった？シャキアタックに対抗する技を身につけようと思って特訓したんだよ。そんな特訓しなくていいんだよ。動画に戻るけど、まだこの時は少し寒かったからランディ君の動きが少し遅いね。そうだね、まだ冬眠から覚めたばかりだったよね。だからあんまり食べないんだよね。そんな時期でも日干しちゃんたちは食べてるよね。誘発は肉だし美味しいんじゃないかな。前回のナメクジはちょっと無理だったけど、誘発だったらシャキも食べたいくらいだよ。本当に贅沢なカメさんたちだよ。だから特別な時だけだよ。普段は冷凍して保存してるんだから。ランディ君にもあげてみるね。ランディ君は食べないね。食べたり食べなかったりするけど、元気に育ってくれたら嬉しいからね。だからって与えすぎてもダメなんだよ。ついつい食べてると気分がいいからあげすぎちゃう傾向があるよ。あまりあげすぎないように気をつけてよ。餌のあげすぎは水質悪化にもつながるんだからね。わかりました。かなりたくさんのエビがいるよね。エビちゃんに橋を渡った景品としてエビをあげたけど食べなかったからね。今はこの半分もいないんじゃない？そうだね、少しずつだけどカメさんたちが食べちゃうからね。エビは素早いからなかなか捕まえられないようだけど、たまに捕まえて食べてるよ。みんなエビは大好きだもんね。旅行などで家を開けるときはエビを多めに入れておけば安心だよ。てんちゃんも食べるのが遅いね。そうだね、みんな遅いよね。一気に飲み込んでしまえばいいのに。シャキちゃんに比べたらみんな遅いよ。本当によく食べるもんね。またくわ。こんなことばかり言って腹立つわ。すぐ仕掛けてくるよね。ちょっと何か考えないといけないな。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ブログやっています。遊びに来てね。これからもよろしくお願いします。